雷型駆逐艦は、大日本帝国海軍が初めて運用した駆逐艦の艦級。第1期拡張計画に基づき、イギリス海軍 B 級駆逐艦の巡動計艦として、明治29年30年度計画で、イギリスのヤーロー社に6隻が発注された。1899年より順次に収益し、日露戦争でも活躍した。本型は、ヤーロー社が、 アルゼンチン海軍向けに建造をしていたコリエンテスを発展させる形で設計されており、イギリス海軍の B 級駆逐艦の巡動計艦とされている。船形は同型と同じく還元の低い平ら板型とされ、艦首が波浪に突っ込んだ時に海水をすくい上げないように水はけの良い拮抗型とされたのも同様である。ボイラーはヤーロー式の石炭浅章式水管ボイラーで、 蒸気正常は圧力1 7 6 k g ォース、平方センチメートル飽和温度であった。主機関は3段膨張4人うレしプロ蒸気機関とされた。各艦とも海上高見では計画値を上回る高成績を記録した。並装は原型となったイギリス駆逐艦の構成が踏襲されており、艦砲としては40口径7.6センチメートル砲一門と 四重口径五点七センチメートル砲五門が搭載された。四重口径七点六センチメートル砲は上艦パン後端。四重口径五点七センチメートル砲は司令塔上に一門と上艦パン両元に二門ずつが設置された。また、魚雷については、上艦パン後部の中心線上に二個の旋回雷を設け。これに。 人力戦開始機の45センチメートル魚雷発射艦を一門ずつ設置した。明治29年度計画で4隻、明治30年度計画で2隻が発注され、1899年から1900年にかけて6隻が収益し、当初は水雷艇に類別された。このように小型の艦を単独で日本に開港するのは前例がなく、当初は分解輸送して、 日本国内で再組み立てする案もあったが、結局はイギリスで竣工した上で、日本に開港しており、以後、駆逐艦の国産化までこの方式が踏襲された。1900年6月22日に軍艦に編入され、1905年12月12日に軍艦席から駆逐艦に移籍、1912年8月28日には、東急が付与され、三等駆逐艦となった。 ゲは収益した年に座礁、沈没しているが、残りの艦は日露戦争に参加している。戦没艦はなかったものの、雷、天の二隻も事故で失われており、同系艦の半数を事故で喪失したことになるが、残りは艦歴を全うし、大正10年までに全艦退役した。ありがとうございます。